ゾフィー・フリーデリケ・ドローター・ヘンリエッテ・フォントゥルン・ウント・タクシスは、ドイツの諸侯トゥルン・ウント・タクシス家の皇女で、ポーランドの大貴族、ラジビウ公爵家に嫁いだ。トゥルン・ウント・タクシス公カール・アンゼルムと、その妻で、ビュルテンベルク公、カール・アレクサンダーの娘であるアウグステの間の代に、死、次女として生まれた。1775年12月31日に、実家のレーゲンスブルクにおいて、 ヒエロニム・ヴィンセンティ・ラジビュー公爵と結婚した。ゾフィーは作曲家、ピアニストのヤン・ラディスラフ・ドゥシークとの不倫の恋愛事件で知られる。ドゥシークは1782年頃、ゾフィーの義兄であるカロル・スタニスワフ・ラジビュー公爵が所有するニャスビショの宮殿の礼拝堂指揮者となり、ゾフィーと知り合った。二人は1784年1月17日、国境を越えて、 黒い線量に駆け落ちし、ティルジットまで逃れた。義兄カロル公は1月25日に友人に宛てた手紙の中で自分の指揮者と義前の逃避業について明かしている。二人はついでハンブルクに移ったが、そこでソフィーはドゥシークと別れて単身でーゲンスブルクの実家に帰り、間もなく夫と和解して婚下に帰った。夫妻の間には1786年、後に、 ラジビウ家の家督を継ぐ一人息子ドミニク・ヒエロニム、ラジビウが生まれた。ゾフィーはその年のうちに、夫と死別した。その後、1795年に、アンジェカザノフスキと再婚、1797年に、ミコアイ・オストロルク・伯爵と再再婚している。ダリル・ランディー、ソフィー・フリードリカ、ドロテア・ヘンリエッテ・プリンゼ・シンホン・サーング・ウント・タクシス。 thepeerage.com2010 年1月1日閲覧ポールサーフサーンウントタクシスポールサーフエスロイヤルジーニアロジーサイト2010年1月1日閲覧ハワード・エイクロー A バイグラファイアンドセマティックカタログオブザワークスオブ JL デュシェックアンナーバーミシガン 1964S3134 ありがとうございます。